男性はこんな瞬間に好きな女性に対してでさえ壁を感じてしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性にとって好きな女性がいて彼女と仲良くなりたいな、そう思っているにもかかわらずいまいち壁を感じて近づけないぞ。女性の方はね、別にそんな壁を設けているつもりはないんだけど男性がそう感じてしまうその理由、今日は代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。彼が何を考えてあなたのことをどう思うかに関係なく、あなた自身がブレない自分でいるためにはどうすればいいか、執着を手放して自分軸を整えるためにはどうすればいいか、その具体的な話についてはこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、ご都合いい時にね、ぜひこちらにお越しいただければいいんだが、今日は男性がお近づきになりたいな、だけど壁があって近づけないよ、彼女と本当は仲良くしたい、だけども彼女がそれを望んでいないんじゃないか、そんな風に感じてしまう瞬間はどんな時なのか、そんなお話です。もちろんここでご紹介差し上げていくお話は全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。下の概要欄説明欄にこれもリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらに同様のリンク出ていますから、こちらからホームページ飛んでいただいて行ってご希望の日時とご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性が好きな女性に対して壁を感じてしまう瞬間、そしてその理由について代表的なもの7つご紹介していこうと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、言うまでもないですね。笑顔がないという、笑顔がないわけじゃないんでしょうけど、笑顔を見せてくれないという話ですよね。これは同性同士でもそうだし、営業上というかね、仕事上での関係でもやっぱりこう自分に対して何を言っても笑顔を見せてくれない、何を言っても眉間にしわ寄せてというところまでいかないんでしょうけど、でもね、真顔でしか対応してくれないと、あれ嫌われてるんかなってそれは普通に思いますよね。嫌われてるまでもいかないにしても、少なからず自分の行為は受け入れてもらえないんだろうなというふうに考えてしまう。これはあなたもね、逆の立場で、あ、この人いいなと思う人がいるんだけど、その人に話しかけても何を言ってもね笑ってくれないだと、え、ちょっと私嫌われてるんかなっていうふうに思ってしまうじゃないですか。これはだから男性女性ね、また恋愛とかそれ以外のこと全てにおける人間関係で共通の話なので、だからあなたがね、なんか彼いまいちこっちに踏み込んでこないな、なんか私に壁感じてる、あ、なんか警戒してると思う時、ひょっとして笑顔は足りていないのかもしれない、いや、あなたは笑顔を見せてるかもしれないが、彼が期待しているほどの笑顔は見せられていない、あなたの笑顔がね、まだいまいちこう分かりづらいという時もあったりするから、多少こう分かりやすくね、派手にとは言わないけども、ちょっと自分でねやりすぎかなぐらいの笑顔を見せてあげたりすると、お相手はあなたに対して、あ、そうなんだ、壁がないんだ、ちょっとじゃあ、仲良くなりたいということで、興味を持って近づいてくる、また、笑顔をね、お示しになることでお相手により一層ね可愛いと思われるというお話もね、先日こういう話の中でもご紹介させてあげました。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出ているので、この辺りの話とか関連するお話他にもいくつかご紹介させてあげているので、チャンネルご登録いただいてね、関連する動画合わせてご覧になっていただければいいんだが、笑顔がないとそれだけでちょっと壁があるんじゃないかなというふうに思われてしまうので、笑顔になることそのものはね、そんなにお金のかかることでもなければ負担のかかることでもないので、またそれがあなたのデメリットになることもねさほどないと思うので、ぜひ、彼がいまいち近づいてこないな、近づいてきてほしいんだけどという時には、あなたの方から笑顔を見せてあげていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして2番目はこちらです。はい、頻繁な否定なんですよね。全否定するまではないにしても、ちょいちょい否定をする、ちょいちょいダメ出しをする、あなたの側からすればお相手のためにとかね、ちゃんと私あなたのこと見てますよ、そういう意味で
あかんところはあかんって言ったろうということで否定をしているのかもしれないが、まあ、これもね男女逆にしてもまた同性同士での話でもそうじゃないですか。何か言ってもね、あんたのそういうところはあかんよねとか、あそれは全然ダメだわとかね、あんたのそういうスタイルとか私全然受け付けんみたいなことを言われてしまう、あちょっとやっぱりダメなんかなっていうふうに思ってしまう、いやそうじゃないんだと、私はねその部分に関しては否定だけど、あんたのことは受け入れてますよっていうことを本当は言いたいのかもしれないけど、言われた側はどう思うかというと、やっぱりその否定の部分にね、まあ焦点が当たってしまって、あやっぱり俺嫌われてるんかなっていうふうに、まあ、思ってしまうことがある。それはねあなたも同じだと思います。彼があなたに対して何か否定的なことを言いました、いや別に君のことを否定してるわけじゃないよ、でも君のこういう考え方について俺納得できないなみたいなことを言ってくれたとしてもさ、やっぱりその否定の部分がどうしても自分の心の中でクローズアップされて、あ私この人に嫌われてるんかもしれないなっていうふうに思ってしまうことあったりするじゃないですか。まあ時にはねやっぱりあかんことはあかんっていうやり取りをしなければいけない場面もあるんだけど、ただそれがあまりにも多かったりするとちょっとあ嫌われてるんかな、やっぱりここに壁があるんだなというふうに思ってしまうことがある、まあ、なので、まあ、できる限りねやっぱりこうお相手のことを受け入れる、その上で、もうちょっと違う考え方やもうちょっと違うスタイルだとか違う方法としてね、こういう方法あったりするんだけどどうかなというような、まあ、提案型のコミュニケーションを取れていくようになっていくならば、まあ、あそうか彼女は一回とりあえず受け入れてくれるんだ、俺否定されてるわけじゃないし仲良くなれるかもしれない、ちょっとお願いしますよという話に、まあ、なっていく可能性もあったりするので、ちょっとね彼があなたにいまいち踏み込んでこないとき、あなたが何かね彼に対して否定していることが多くあったりすることはないか、そんなこともね考えてみていただくといいのかもしれません。さあそして3番目はこちらです。はい、まあ、これはあるあるですね、体の距離がね、物理的に離れるということですよね。彼があなたの方にねググッと身を乗り出しました、それに合わせてあなたがググッと距離を取るとかね、彼が別に何かそこから動いたわけじゃないんだけど、あなたの方がちょっといきなり席を立って、隣の席に移るとか、ググッとね体を反らしてみるとか、まあ、それこそ彼がねあなたのところに何か寄ってきました、その瞬間に何か別の用事を思い出したように席を立ってどっかに行ってしまうとか、まあ、いろんなケースバリエーションがあると思います。心の距離と体の距離は完全に比例するわけではないんだが、人はそこを紐づけて考えてしまいたがる。まあ、男女逆にしてもこれも同じ話だと思うんですけど、まあ、彼からするとね別にあなたに触ったろとか何かいかがわしいことしたろっていう思いがあってそうしてるわけじゃない。ただ好きだからちょっと近くにいたいなとか、ただなんとなく話の流れでね気持ちが前のめりになりましたとか、たまたまあなたの近くに行きました、ただそれだけなのにあなたがねちょっとこう距離を離してしまう。別にあなたも意図があってそうしてるわけではないし、たまたまねそうなってしまっただけとか、あちょっと距離が近くて話しづらいな、ちょっと自分なりの距離を取ろうと思っただけなのかもしれないけど、話される側とするとあやっぱりちょっと嫌われてるんかなというふうに、まあ、どっかで思ってしまうことがある、まあ、だからこそいまいち踏み込みづらいので、まあ、あなたの方からね、じゃあ距離を近づけてあげればいいじゃんかっていう話もあるんだけど、まあ、そこまでしなくても、まあ、極力ね、彼との距離を離さないようにするということをちょっと心がけてみてあげていただくだけで、まあ、彼がそこに壁を感じることをその機会というのはね、随分減っていくと思うので、距離をあんまりこう離さないようにしてあげるというふうに考えていただくといいと思います。さあそして4番目こちらです。豊富な男性関係なんです。これをね見せられたりとか聞かされたりすると、まあ、それだけでねあちょっと無理なのかもしれないなというふうに感じてしまう。別にあなたがね、お男性のお友達がいっぱいいることとか、それが悪いって言ってるんじゃないんです。またね、いろんなつてがあったりとか人脈があったりすること、これがね問題だっていう話でもないんです。ただ男性側の立ち位置とするとやっぱり自分が好きなお相手にそれだけネットワークがあるということは、あそうか俺はそのネットワークの中で他の人間とどうしても比べられてしまうんだよねっていうことは、俺はその中で勝たなきゃいけないのか、それはちょっと無理かもしれないな、彼女は絶対俺を他の男と比べてるに違いない、あやっぱりそこだけで俺はまたここで戦う、まあこれで負けたらまたしんどいし、まあ、ちょっとやめとこうかなみたいなね、そんな気持ちになってしまいことが少なくない。いやそんなこと関係ないと、俺が一番なんだから別に他の男にね何言おうがしたことがみたいな方もいるから、そういう方はね全然気にしないとは思うんですが、まあただとはいえね、あえてわざわざさ自分の方から、まあ、男性友達がいっぱいおってねとか、私男性とは仲良くなれるんだよねみたいなことを、まあ、言われる方たまにいるんですけど、まあ、そういうことを言ったところでね、これ男女逆の立場だったらどうかというふうにこれも考えてみていただくといいと思います。あなたのね、好きな人が、まあ、女性関係がいっぱいあると、別にそれはね色恋の話になってるわけじゃないとはいえさ、
あまりにもこう女性友達が多いというか、女性のネットワークがね、いろいろ広がってるというふうに聞くと、ちょっとなんか私もなんか比べられてるようで嫌だなっていうふうに思ってしまうことってあると思うんですよね。まあ、そういう意味で別にね、さっきも言ったようにあなたがそうだから悪いということではなくて、あえてそれをお相手に伝えたりとか、まあ、見せる必要ないよねというだけの話なんでね。ただ、まあ、見せ方次第でさ、まあ、私はね、他にもこういう男友達がおったりするんだけど、でもやっぱりあんたが一番だというような、まあ、そういう見せ方っていうのは考え方としてはありだっていう話は先日ね、こういう話の中でも差し上げました。まあ、男性は競争してるんでね、まあ、競争の中であんた勝ってる男やでっていうことを伝えてあげることによって彼のモチベーションをさらに高めるという話ね、こういう話の中でもご紹介差し上げてます。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もので、まあ、この辺りの話なんかもね、ちょっと参考にしていただきながら、まあ、使い勝手、まあ、あなたが別にね、男性のお友達とか男性関係がそんなに豊富じゃないということなのであれば、そんなにお気になさっていただく必要はないんだけども、あ、ちょっと男の友達すごい多いし、そういうことをちょっと彼に結構話しちゃったりしてるなという心当たりがある人はちょっと控えた方がいいかもしれないというお話でした。さあ、そして5番目こちらです。はい、他人の悪口とかね、他人の秘密を話しちゃうような人は、まあ、普通に、まあ、これは男女関係なく人としてちょっと引くよねという話ですよね。まあ、ということはだって俺の悪口もどっかで言われてるんだろうなというふうに普通に思ってしまうから。もちろんね、まあ、同じ立場の人同士で、共通の敵というかね、まあ、共通の悪口相手として例えば上司の悪口を酒飲みながらするぐらいの話だったらさ、まあ、そんな普通にあるでしょと。そういう話じゃなくてさ、まあね、あそこのなんとかさんはカクカク国士課長がこういうところはあかんよね、あいつ私本当に、ね、許せないんだよねとかね、まあ、そんな話ばっかりを延々聞かされるとか、ねえねえ聞いてこれね、あ、彼女こういうことで表では言ってないんだけど裏ではねこういう女なんよ、これ言わないでくれって言われたんだけどちょっとあんただけ言っちゃうねみたいなね、いや言わないでって言われたんだよねっていうことを言っちゃうとか、あ、ということは俺が言わないでって言った話も多分言うんだろうなっていうふうにそれは男女逆にしても思う。だからそういう人に対してはまあ確かに女性としては魅力的だけど好きだけど、でも深い仲になった時にちょっとあちこちでね、後で俺の悪口言われたりとか俺の秘密とかあちこちで言われたりするとそれは嫌だな、これどうしようかなというふうに、まあ、思ってしまうことあると思います。これはだからね、繰り返し言うように男女逆で、あなたも男性がねいつも他人の悪口言ってるとか他人の秘密をさもうこそこそ持ってきてあなたにだけ言っちゃうみたいな話だったらさ、あ、この人絶対私の秘密も言う男やわっていうふうに、まあ、それは思うじゃないですか。まあ、そういう意味で、ちょっとね彼が引く理由として、まあ、あなたはねそんなことは全くないと思うんですけど、まあ、でもちょっとね話の盛り上げネタとしてそういう話もしちゃったりする可能性があったりするので、してしまいそうな時にはそこは要注意というかね、まあ、そこはだから人としてもそうだし、まあ、お相手のパートナーとしてね、自分の立ち位置を考えた時に、まあ、そういうことも言うべきではないよねっていうのは分かっちゃいるとは思うんですけどね、一応念のためというそんなお話でした。さあ、そして6番目はこちらです。はい、自分のことをね話さない、話そうとしないような人とのコミュニケーションってなかなかやっぱり難しいですよね。あの、もちろん自分のことを話すのが得意とか下手とか話し方がお上手とかお上手じゃないっていう問題はありますよ。ただそういうこと抜きで純粋にね、とにかくこう自分を隠そうとするというか、まあ、自分を見せないように意図的にしていると、まあ、お相手からすると、あ、なんかやっぱり警戒されてるんだ、やっぱりちょっとここは壁があるんだ、俺はまだまだちょっと彼女にアプローチしちゃいけないなっていうふうにそれは思いますよね。これはあなたも同じように、ね、彼に対してどこ住んでんのって聞いただけなのに、それなんか答える意味あります、それは別に僕答えたくないですとか言われたら、あ、なんかちょっと嫌われてるのかなっていうふうにそれは普通に思うじゃないですか。別にね、とうとうと自分の生い立ちについて語りなさいよっていうそういう話をしてるのではなく、まあ、ちょっと聞かれてね当たり障りないことについては普通にすんなり答えてあげればいいだけの話 でお相手があまりにもね、ぶしつけというか、まあ、社会常識に照らし合わせてそういう質問ってあんまりするもんじゃないよねっていうようなことを聞いてくるんだったらそれは相手の問題だからそれは別に答えなくていいじゃないですか。ただ日常会話の中でさ、差し当たって大して問題がないような仕事何やってんのとか、ね、なんか好きな食べ物何とかね、どこ住んでんのみたいな話でさえさ、なんかそれ私答える意味ありますとかね言っちゃったりすると、あ、すいません、じゃあちょっと出直してきますっていう話にそれはお互いになるので、まあ、そのあたり、話せること話せないこととしてはあっていいんですよ。で別に全部自分の話をする必要もないんだけども、明らかにねこう自分のことを隠そうとしようなしそうなしている素振りを見せていると、まあ、お相手はそれだけでドン引きしてしまって、あなたに対してせっかく好意を持ってくれてもね、気持ちとか言ってしまうことがあったりするから、そこはね、まあ、極力話せる範囲で話をしてあげるような
つもりで接してあげていただくと、彼は新たに壁を感じたくなるという、そんな話でした。さあ、そして最後7番目はこちらです。はい、まあ、これはねあんまりやる人いないと思うんですけど、一応言っときます、まあ、いわゆる駆け引きめいた何かを、コミュニケーションの中に取り入れてくる人っていうのは、まあ、ちょっと壁というかね、別の意味でちょっとっていう風に警戒されてしまうことがありますよね。なんかね、あえて連絡を自分から取らないでいてみたりとか、あえて何かねこう質問とかを思わせぶりにしてみたりとか、またお相手からの質問に対して思わせぶりな回答をして、まあ、もうちょっと詳しく知りたかったらそれについてはまた今度ねみたいなことをやるとか、何なんだこの人は、ちょっとめんどくさいわっていうふうに、まあ、思うというか、まあ、この人好きなんだけどお付き合いすると、あ、なんかこういう駆け引き見えた話をされる人って後々ちょっとめんどくさいよねというふうに思ってしまう。まあ、若い頃だったらね、そういうやり取りがさ、ちょっとゲームチックで楽しかったりもするんだけど、まあ、お互いいい年じゃないですか。そういうことでごちゃ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 やるような年でもないわけで、逆にそういうやり取りをさせられる方はちょっとなんかもうめんどくさいからいいかなっていうふうに思ってしまうのもあるし、一方でやっぱり好きなんだけどこの人と付き合っても、また自分の気持ちをこの人に言っても大丈夫か、あと大変なことにならないかみたいなね、そういう警戒心も同時に働いてしまうと。まあ、なので、よく YouTube とかでね、まあ、男心はこうしてつかめとかね、男を追わせるテクニックうんぬんみたいな話をする人ね、まあ、このチャンネルもそうなんですけど、そういうこと言う人いるでしょ。ああいう話はあまり真に受けなくていいので、まあ、全部が全部ね、全く使えないかっていうとそういうことでもないんだけど、まあ、味付け程度にさ、ああいうのは使っていただくべきものであって、あとは、普通にね自然体のあなたで接してあげて、本当に自分の話をしてお相手の話を聞いたりとかね、笑顔で接するみたいなやり取りをしてれば、まあ、好かれるんだったら好かれるし、そしてうまくいくんだったらうまくいく、うまくいかないときは何やったってうまくいかないから余計なことは考えないというぐらいのつもりでいくと、結果的にね、関係が深まっていくと、まあ、いうお話。まあ、よくだから依存もね、執着も手放してつまんない駆け引きとかなしてね、まあ、そこそこね、いい年した男と女結ばれるときはもう本当ね、ご縁でしかないから、駆け引きして結ばれるかって言ったらそんなこともないんでね、こちらに画像があってこちらにリンク先もあるので、まあ、このあたりの話なんかもちょっと思い出してね、彼と向き合っていただくと、あ、なんかいらん壁もないし、いらん駆け引きとかめんどくさいこともなさそうだし、まあ、純粋にね自分の素直な気持ちを持って彼女と接しようというふうに、まあ、思ってくれて、関係がうまくいくというお話でした。ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。途中何度も申し上げたように、まあ、これはね男性が女性にということだけではなくて、女性が男性にということもそうだし、同性同士のケース、またお仕事上、またお友達関係でも全てにおいてね言える話だと思います。だいたいこういうことをする人っていうのはお相手に壁を感じさせてしまうことがあるよねと。だからあなたがどうも彼が近づいてこない、好意を持ってくれてるのは分かっているだけども、いまいち距離が縮まんない、一体なぜなのかっていう時に、まあ、他にもねいろんな要因があるんでしょうけど、まずあなた自身が見直すべき点として、あなた自身がねこういう形で壁を見せてしまっていないか、もしそうであるならば、まあ、ここを修正するだけで、まあ、お相手はねぐぐっと近づいてきてくれると。逆に、お相手にちょっと遠ざかってほしいなとか、ちょっとあんまり近づいてきてほしくないなっていうような時には、あえてこれをお示しになることによって、お相手は、あ、壁があって近づけないということに、まあ、なる、そういう意味でのこう距離の取り方というか、お互いの、ね、関係性をうまく、まあ、作っていくための、まあ、参考として、今日お話しさせてあげたお話、使えるようであれば使ってみてください。現場からは以上です。